calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cruel. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I. お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。これで2週目ですよね。はい、ついに2週目に突入しました。だいぶ慣れてきました。もう慣れたね。うん、いや、まあ、セカンドチームの人たちとはもう練習試合もしたから結構慣れてきたんだけど、でもやっぱりまだトップの選手とやっぱりコミュニケーションが少ないから、今週はトップの人ともう少しコミュニケーションを取っていきたいなって思います。今日は練習ですかね。今日は練習、練習だけどやっぱり社会人サッカーチームだと、やっぱり仕事終わりとかであんまり来れない人とかもいて、で今コロナ禍じゃないですか。だから練習時間もちょっと早まってて8時までなんで、というか人数も集まりきれないので、集まりきれてないという状況ですね。なるほど、はい、でとりあえず今は向かってる途中ですよね。今そう、今日もスポル大井町でやらせていただきます。練習7時から8時で1時間だけなんですけど、まあその中でもやっぱり集まった選手の中でコミュニケーションを取って、自分のプレーはもちろんなんですけど、チームと合わせていくっていうところをね、やっぱり新加入なんで、そこを頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。行きましょう。じゃあはい、着きましたね。着きました。今から練習ですか。今からやっと練習できます。はい、マジで、まあ、1回1回の練習マジ大事なんで、毎日練習できるわけじゃないんで、しっかりこの時間で全力出せるように頑張っていきます。じゃあ行ってきます。いらっしゃい、頑張ってください。お疲れ様です。止めてましたね。はい、止めてましたね。そうですね、でもアベレージですね、全然なんか、いや、まあ、今回フットサルゴールだったんで、はい、本来でっかいゴールやったら多分全然、うん、ダメですけど、今日フットサルゴールだったんで、すごかった。で、本当にいいトレーニングでしたね。え、なんか分かりました、雰囲気。分かりました。なんかいい雰囲気でしたね。最後の走りとか、結構いい雰囲気だなと思いました。なんか本当に僕思うのが、走りとか、なんかちゃんと走るチームとか、なんか全員で行こうぜみたいな、言えるチームってのはやっぱり強いと思うんですよ。それをやっぱり体現していきたいですよね。はい。これからも頑張ります。やってください。なんか、先週に比べて、結構リラックスしてっていうか。そうですね。なんかこれ、もう仲間できたんで、はい、やっぱり同期とかもいるし、一応やっぱり年上のコタ君とか、今日一回映してくれ、コタ君。コタ君映します。ほら、もうなんかもうほら、いい人そうなオーラ、えぐいじゃないですか。ほら、いい人なんですよ、もう。こういう人がいるチームっていう、年上の人がこういうすごいいいパーソナリティを持ってるっていうのが、このチーム。作戦成功してるってことね。作戦とは言わない。コタ君、これからもお願いします。CC の心臓。お疲れ様です。同期は、車の運転で2回も捕まってるんで、直近で。ケースケチャンネル。ケースケチャンネル。登録よろしくな。はいっす。え、もうやってる？やってます。今日、サボりすぎて走りめっちゃきつかったっす。やばいっす、ケースケ。な。俺に逃げんだよ。いや、でも本当に今日も最後の一日でした。はいはい、次スキーフェード行くぞ。スキーフェード行くぞ。いや、今日の練習も疲れましたね。走り最後、ちょっと。怪我人だ。でも今日頑張りました。最高の一日でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はゴールキーパーともにケスケと一緒に頑張りました。だけどやっぱりもうちょいキーパーの時間欲しいっす。真面目なのこれは。はい、次マサさんです。マサさんです。ちょっとでも雰囲気とかどうですか。雰囲気はみんな働きながら、はい、バリバリ仕事しながらやりながら、すごいいい雰囲気で。そうですよね。このチームなら J 食えますかね。食えるっしょ。食えますよ、ね、いや、食うっしょ。うわ
マサさんです、先輩です、これからレギュラー出演してくれるんでよろしくお願いします これだけお願いしますちょっと怪しいやつあったからわかりました。お疲れ様です。おはよう。おはようございます。おはよう。今日って何の日ですかね。今日は、明日神奈川県大会決勝あるんで、その前日での練習って感じですね。明日僕出れないんで、今日は僕はトレーニングマッチと練習っていうこの2本立てです。で今日の出来事としては、今日初めて GK コーチ来るんで、なんかその結構プロ経験とかもある方らしくて、その練習の風景をね撮っていきたいと思います。楽しみですね。39球渡せるんですけど、あ、本当にね、あと社会人の方々、女の子だったり、レディースチームだったり、ゴールキーパーコーチを、今までやってきてます。今後ちょっと品川さんともこういろいろお付き合いで、顔出させていただくこともあると思います。よろしくお願いします。一応ですか。あの気軽にキラって呼んでください。はい。あの、あまり今年のところあんま気にしないタイプなので、全然気軽に、はい、やっていきましょう。でちょっと時間も限られてるんで、早速行きたいと思います。2人組でじゃあまずどこ見ますか。Bullshit dripping off the chin。そう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 、バウンドしてれば別に問題ないからね。あと2本、あと2本、あれ、バーは？ラスト、ラスト、ラスト、オッケー。持ってきてよ。ありがとう。じゃあ何分出場？30。
いやー、ハットトリックできてよかったですね。いやー、これもチームメイトのおかげなので、怒らずに頑張ります。であと、まあ、今年何としても感謝で優勝できるように頑張るので、引き続き応援よろしくお願いします。3点取った感想言って。3点も、いや、いいよ、時間ないから。早く早く、ちょっと、鋭い。熱あるから、おいそう。オランダあるよ、オランダ。オッケー、はい、ちょっと全員ガッツポーズいきましょう。My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed. I've been set free. I've been set free. どうです？レベル高いっすね。決勝戦、一応神奈川県大会の決勝戦で 4-0 で勝つっていうのはちょっとチームとしてもいいんじゃないですか。トップチームはやっぱりちょっと人は違いますね。まだやっぱりここにかかっていかないといけないんで、まあプレー見て、まあ、僕が出たらどういうプレーしてたかとかイメージしてしていって、実際にもし出る機会があったらその時に最高のパフォーマンスをできるようにしていくとしておくだけかなとは思います。まずはこのチームで出れるように、このトップで出れるように頑張っていきます。佐藤さん、バケモンですね。バケモンです、普通に。さすがっすわ。佐藤さん多分見てくれてると思うから、佐藤さん、今度僕がもし僕試合終了したらアシストするんでご覧ください。来週も、来週は天皇杯の、まあ、次勝たないともうノックアウトなんで、次もか、次勝たないとまた天皇杯なくなっちゃう、あの出れなくなっちゃうんで、来週もめちゃめちゃ激アツな1週間になると思うんで楽しみにしてください。じゃあまた来週会いましょう。